本日の舞台挨拶に駆けつけてくださいました皆さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。皆さん本日はお越しいただき誠にありがとうございます。特急1号ライト役を演じました志尊淳です。皆さん映画どうでしたでしょうか。ありがとうございます。今日は短い時間ですが、ぜひ舞台挨拶楽しんでいってください。よろしくお願いします。ただいま終わり。いやー、髪切ってちょっと爽やかになっちゃいました。大丈夫です。じゃあちょっと久々に皆さん行きますかね。あえるぜ、せーの、ありがとうございます。そして、はい、塩野さんは先日1月3日に20歳となられたわけなんですけれども、はいはい、ありがとうございます。バーサスシリーズ20年目と聞いてお二人いかがですか。いやもうこんなに長く続いているのかって思うとすごい感慨深いですし、なんといってもやっぱり戦隊シリーズ40周年ですもんね。いやもうこんな長い作品に出させてもらっていることであったりとか、やっぱこう特急ジャーという名を刻めたことは本当に人生の中でも宝物になるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ありがとうございます。塩野さんいかがですか。そうですね、やっぱりなんだい、はい、やっぱそうですね、そんなに長くやってる全体に僕たちが携われるというのはそうですね、恐竜者の歴史を起こして貴様にいることがすごく嬉しく思います。二十歳になったらこれをやれというおすすめをぜひ志尊さんと塩野さんにそれぞれ教えていただきたいと思いますので、知識を使えた、はい、恐竜者チーム代表して流星さん、二十歳になったらこれをやれ。成人者結構濃いのいますけど代表して流星さんでなんだろう、まあ、とりあえずだから俺らと一緒にやっぱお酒をね、はい、飲みに連れてってください。違う、やるよってない。お願いしますよ。お願いします。違う、あなたが一番立派な大人だ。一番年寄りなんだから頼めよ。